どうもみなさんこんにちは、こんばんは、ゆうこれです。今回なんですけども、大魔女ハローキティの交換図解説やっていこうと思います。今回ですね、大魔女ハローキティ系統は火、水、光、闇、木と合計5体が交換ゾーンにラインナップされております。はい。で、今回このキャラとしてですね、ぶっ壊れめちゃめちゃいます。ただ今回ですね、攻略メインの人はなんとこのキャラ全部スルーしていいです。もう動画通していいです。本当にこいつらはマジで周回最強で、ある程度パズドラをやり込んでいく気持ちがなければ特に取る必要はありません。逆にパズドラをこれからやり込もうと思ってる人はこのタイミング逃すとマジで一生後悔します。そのレベルでこの5体たちっていうのはね、強いけど、4体、3体、そうですね、やっぱり少ない あれですけど、ほんと強いんで、ぜひともですね、今回の動画参考にして周回、そしてやり込んでいこうと思ってる人はぜひとも参考にしてほしいなと思っております。ということで、今回は大魔女ハローキティの交換図解説やっていこうと思います。いきましょう。じゃあまずは S ランクから話していきます。もちろん1体目は光の大魔女ハローキティですね。当然 S ランクです。このキャラは暖房3つ持ち、もしくは7強2つと無効感2つ、もしくはスキビ4つ7強2つ無効感にできるキャラです。そもそもですね、自身の火力も高いし暖房3つ持ちにできるのもいいところなんですけど、一番強いのはリーダースキルで、ダンジョン潜入時リーダーの時入手コインラン経験値が 1.6倍、光2コンボでダメージ半減、攻撃力が15倍と、なんとこのキャラですね、ラン経験値と入手コイン 1.6 倍にできるんですよね。さらに半減もあって、攻撃力倍率もあって、裏修羅のソロ周回で今めちゃめちゃ強いです。リーダーサレーネからのリダチェンしてあげて、フレンドハローキティっていう風にしてあげると、なんと経験値倍率が 2.88 倍、ソロなのにね。今までは 1.8 倍がまあ限界だったんですけど、ソロで 2.88 倍と。でさらにそれに弾木はあるんで、ハローキティだけどもプラス2個すると 2.92 倍とかね、なんなら3倍ぐらいの弾棒をつけれますと。でそれに経験値バッジも乗るんで、もうやばいの分かると思います。はい、この経験値バッジがマジ強いんでね。そう、これでね、これプラス 10% されるんで、例えば3倍だったら 10% プラスされると 3.3 倍で、マルチより倍率いいんですよね。もちろん周回速度とかはあれですけど、ただ実際ね、かなり優秀だと思います。なのでソロ周回が今結構裏修羅周回のメタになりつつあって、そう、そういうところでランク上げで使えるのがまず進化前が強いと。はい。でさらに進化後に関しては10強7強光コンボ強化2個持ってて、まあ極連周回ですよね。もう動画でも紹介してるんで省略しますが、このスキルを一生ループさせることで一生極連を周回できますと。さらにダンボがね、合計で10個積めるんで、そう、サラネキティ5枚積むからね、ダンボ10個持ちでランク111、レベル111からレベル120までが3回なんですよね。だから極連周回においても最強って感じ。進化前はランク上げ、進化後は極連周回って感じです。はい。なので、もしランク上げこれからしようと思ってる人は、絶対に進化前サレーネ確保しておくことをお勧めします。で、極連周回したい人は一応進化後取ってもいいと思いますが、個人的にこの S ランクは進化前のサレーネ規定の価値を考えて、一応 S ランクにしてます。進化後は A プラスランクくらいかな。やっぱり、入手が4体最低でも必要っていうのがあって、編成難易度高いんですよね。なのでね、極連周回に関してはサレーネ規定しばらく優秀だとは思いますが、まあ、どうせいずれ変わるなキャラも出ると思うので、まあ、そこまで鮮度高くない。ただまあレベル上げした人は絶対取っておきたいですね。どちらかといえばランク上げで使える進化前サレネキティかなり強いんで、ぜひとも確保しておいてくださいって感じです。まあ今回ですね、サレネキティかなり優秀なので S ランクになっております。はい。まず1体目の S ランクはサレネキティです。さあ続きまして、もう1体の S ランクはこちら、闇の大魔女ハローキティがランクインです。まあ当然じゃ当然ですね。暖房3つ持ち、もしくは7強2つに無効感2つ、スキビ4つ持ちにできるキャラなんですけど、このキャラですね、暖房3あるくせにリーダースキルが卵ドロップ率少し上昇なんですよ。で、さらにドロップゲスト固定50万もあって、もう周回最強なんですよね。例えば初級、中級、上級あたりの周回をする際、今までベロは使ってたと思うんですけど、もうそこ全部もうベロアキティでいいです、本当に。これ一人で完結します。で、しかもスキルも3ターンなんで、アシストもしやすくて、このリーダースキルなんで、もう狂ってるんですよね。低リアリティ周回をする際に、闇の大魔女ハローキティはもうこれからベロアの完全上位互換となって使えます。いや、本当に完全上位互換ですね。まあ、強いて言うなら、ベロアより軽く出ないところがね、少し欠点なんですが、そもそもベロアリーダーの時点で、基本的には、ブレス周回が多いんですよね。90% くらいブレス周回することが多くて。そう、って考えると、もうこのキャラはマジぶっ壊れてますね。でも、進化後は正直言って使えません。ネタ要因で使えるかな、ぐらいの感じです。あんまり強くはないですね。どちらかといえばサレネキとかはね、極連周回とか使えるんですけど、これは使えてもサブ。で、まあ、そもそも使う機会はほぼほぼないかなって感じです。ただ、とにかくですね、もうこの闇の大魔女ハローキティが強すぎると。で、正直言うと、ベロア持ってる人で、交換の弾無駄にしたくない人は、このキャラってソロ周回でしか使わないんで、まあ、ベロアで代用してもいいやって人はスルーしてもいいです。サリナと違うところはね、このキャラはもう完全ソロ限定なんで、誰にも迷惑かかることないので、
例えば自分がダンジョンボーナス2個少なくてもいいかなとか、固定50万多いじゃなくてもいいかな、ベロアでいいかなって思った場合は、全然ね、賞味本家ベロアでもいいと思います。ただ、本家ベロアより上位互換になることは間違いないんで、まあ、自分が周回意識高い場合は、ぜひ取ってほしいなって感じです。まあ、個人的には1体かな。1体取っておきたいかなって性能はしてると思います。これが闇の大魔女ハロキティの評価ですね。賞味ソロ周回なんでベロアでも OK です。そのことを前提に、ガチで周回したい人は、ぜひ確保してください。ということで、S ランク2体目は闇の大魔女ハロキティです。最後の S ランクが木の大魔女ハローキティですね。このハローキティは特にガチ勢向けって感じ、正直。あのね、ラマモアとかでも代用できる場面はあると思うんで、結構ガチやってる人以外はスルーしても全然いいと思います。はい。個人的に優先度はサレンネとかベラの方が上なんで、これは優先度下げてもいいと思ってます。はい。で、木の大魔女ハローキティに関しては、使い道はというと、さっき言った通り、初級、中級、上級のリーダーでベロアが強いんですけど、今度サブでハローキティが強いです。理由はめっちゃ簡単で、ダンジョンボーナス3つ持ちなところ、そう、ダンボ3つ持ってるっていうところと、あとね、このゼラキティね、スキビ4つ持ちなんですよね。そう。で、さっき紹介した4体って全部、これ見てわかる通り、スキビ2個なんですよ。そう。ただ、ゼラキティだけスキビ4つ持ちなんで、ダンボ3つ持ちかつスキビ4つ持ちで使えるっていうところがめちゃ強いと。で、ベロアのリダフレにしてあげて、サブ全部大魔女ハローキティ、木の大魔女ハローキティ入れるみたいなのもできて。やっぱね、ダンボ周回においてはめちゃめちゃ強いですね。なので、まあ、2体ぐらいは確保できれば安心かなと思います。まあ、賞味できればで4体欲しいっす。賞味4体欲しいんですけど、これ4体取れる人ってマジで限られると思うんですよ。交換の玉、めちゃめちゃガチャ引いてます。余ってますとかじゃない限り、絶対余ってないと思うんですよね。そうなので基本的にはもうそこまで無理する必要ないんで、まあ2体取っておければまあ欲しいですね、正直って感じ。最悪残りの場所に関してはラマモアとかで代用してあげればいいかなって感じはしてるので、まあ、ただ余裕があればですね、ぜひとも取ってほしいなって感じで、木の大魔女ハローキティも今回もちろん S ランクとなってます。ダンジョンボーナス3つ持ちプラススキビ4つ持ちということで、今の現状周回のダンボ3つ持ちサブとしては最強となっております。まあ、ということで今回一応ね、あの進化後もまあ使えますが、まあ進化後はほぼ使わないんで、あの進化前が強いよって覚えておいてもらえれば OK です。はい。ということで今回の S ランクは3体で、ランク上げで使えるサレネキティ、ランク上げ勢は確保推奨。そしてこちらベロアキティですね。もう周回最強です。進化前周回で使ってください。最後同じく周回最強ゼラキティ、これもねダンジョンボーナス3つ持ちサブとしてめちゃ優秀なんで確保してもらえればなと思っております。ということで今回はこの3体が S ランクとなっております。はい、じゃあ残りも話していきましょう。さあ残りは A ランク2体となっております。見ていきましょう。まずはウィッチマデューキティ、火の大魔女ハローキティからですね。はい、こちらも同じく暖房3つ持ちのキャラです。暖房3つ持ちで、無互換3つ持ちで、火属性パーティーのサブで使えるかなって感じ。ソロ周回なら使えるんですけどね、暖房って。マルチだと使えないんで、まあ、完全揃いのキャラって感じです。まあ、このキャラはリーダースキルが、ドロップ6個消してダメージ 60% 軽減、攻撃力20倍、3コンモカ3、指コブ延長を持っているのが特徴かなと思います。まあ、逆に言えば、それぐらいの感じで、特に他に特徴はありません。暖房3つ持ちが特徴的かな。で、ウィッチマデューキティ進化後に関しては、10強にウェイ5個持ちなんで、火力は結構すごいです。火のウェイ組んどけば、まあ、乾燥するよねっていう感じの火力持ってて、副属性の火なんで悪くはないと思います。ただ、リーダースキルは火の HP1.5 倍、5コンボ以上で攻撃18倍、ドロップ攻撃してダメージ半減、3コンボが3と。まあ、正面めちゃめちゃ強いわけじゃないですね。まあ、特に特徴がなく、強くもなく弱くもなくって感じの性能で、まあ、わざわざ確保するほどでは絶対ないと思います。まあ、ガチャ引いてたまたま出たら残してもいいかなぐらいの感じですね。っていうぐらいのキャラです。まあ、そんな強くもないし弱くもないって感じで、無理に確保する必要はありません。で、続きまして、ウィッチリーチキティですね。これに関しても同じくですね、進化前暖房3つ持ちぐらいです。はい、特に他はありません。周回でも特に使うわけはないので、使う状況はないと思うので、まあ、そんな無理して確保する必要ないかな。シティなら属性消しダメージ無効貫通9ターンなんで、それで使うかもぐらいの感じなんで、まあ、そこまで無理な確保は、推奨してません。進化後は普通に強くて多色パーティーでかなり強いです。だ現状ね、多色がマリエル環境っていうこともあり、まあそこまで無理な確保はお勧めしません。いや正直今現状多色ねマリエル環境なんだけど、そもそも多色そんな強くないんですよ。やっぱり結局一時期マリエル超強くねって言われ始めたけど、まあ、結論デートナでよくねになってるんですよ今。デートナ、シールフ、ロイヤルオーク、ノーチラスね、そこら辺でいいんですよ結局。でやっぱリダチェン必要ってこともあって枠も埋まりやすくて、多色パーティーって基本的にね。なのでまあそこまでウィッチリチキティを無理に取る必要ないかなって感じ。ただもしこのキャラ持ってる人はめちゃめちゃ強いです。普通にリーダーとしては強いので、持ってる人は絶対に損しないんで、引けたら残しておきたい。ただ交換してまではリスク高すぎるんで、まあそこまで優先はしなくていいかなって感じになってます。
断じてこのキャラが弱いわけじゃなくて、正直多色を今作りに行くのは結構リスク高いってこともあって、まあ、個人的に A ランクにさせてもらいました。ということで今回、S ランク3対 A ランク2体となっております。はい、まあという感じがね、今回のサンリオの交換色解説でした。まあ賞味キャラ1体1体、まあ1体1体1体を除いて強いんで全然悪くないんですけど、1体を除いては交換してもらっても損はないと思います。ぜひ自分が欲しいキャラを選んでね、交換していただければなと思っております。ということで今回の動画はこの辺りで終わりにしようと思います。チャンネル登録がぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。